こんにちは。ネバーデッドパイレーツネクロです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで使う前から絶望していたネバーデッドパイレーツ。終わってみるとこれがまた意外でして、むしろ7ターン目に引きたいって思えちゃうレベルだったんですよね。謎に6連勝できましたし、まるで勝てた理由はわかりませんけど、せっかくなので無理やり理由をこじつけていきます。まず今回ネバーデッドパイレーツを採用する軸はラスはネクロ。最悪ラストワードカウントを稼ぐカードにもなりますし、イステンデッドで破壊したところで場に残るのでシナジーがある。そんな形でラスワにしようと思ったんですよね。ゴーストネクロだと対抗がゴーストバニッシュですし、ここしかないってお話でもあります。そして大佐のラストが相手のフォロワーを破壊する。この効果がジェンヌだったりに刺さりやすいんですよね。こちらはイステンデッドで全部突破して打点を通しつつ、相手の行動は全部妨害する。そんなことができちゃうんですよね。まあここまでは今まで通りです。でも前期よりかはいい立ち位置なのかな？私にはわかりません。とりあえず新カードが最強なので、なんとかやれるって感じですね。そう、新レジェンドカード、魔炎の斬撃のおかげでね、何かしら困った時に斬撃で AOE ができると非常に助かるんです。ラスはネクロだとラスはカウントを稼がないといけなくて、ちょっと盤面を無視してでも設置しないといけない状況が多いんですよね。そういう時に隙間にピタッとはまる魔炎の斬撃。これ、最強です。大佐の火力が落ちた部分を補えたりもしますし、暴食ほどネクロマンスはたまらないけど、魔炎の斬撃を打つくらいなら余裕がある。そういうところもシナジーです。それでも打点が足りない場合はどうするかって？そうです。ネバーデッドパイレーツですね。進化剣が残っていれば相手の盤面を処理しつつ失踪。もうそんなのジェンヌじゃん。そういうことです。最強だね。あとはコークスドッグも便利で、変身による妨害が刺さる相手がそこそこいます。ジェンヌとかはそうですね。シンもそうなのかな？そう考えると意外とメタデッキとして機能してるのかもしれませんね。個人的にはネバーデッドパイレーツでリータルを取れたら何でもよかったので、そこまで使い理由で組んでませんでした。そういう時の方が勝てたりするのがシャドバあるあるです。と、ここまではラスはネクロのいい部分というか、ネバーデッドパイレーツ最強理論を提唱してきましたけど、もちろん弱い部分も存在しています。まずはシンプルにゴリゴリのアグロに弱い部分、マッチしませんでしたけど、ゴーストネクロとかは多分無理です。技術もいないけど無理なのかな？回復手段がそこまで多くないのが弱点です。あとは謎に勝てたのでよくわかりません。運が良かったとしか言いようがないです。ネバーデッドパイレーツを序盤に引きまくるということもなかったですしね。逆に引かなさすぎて無駄に対戦しちゃいましたけど、そこまでストレスはありませんでした。不思議だね。だからこそ引きたいって動画の最初の方で言ったんです。7ターン目に引かないと他の動きで勝てたりするんですよね。なぜかは計算してないんですけど、多分デッキの中にある打点が大佐3枚、一戦デッドで3枚、統率3枚、魔炎の斬撃3枚、ケルベロス3枚、全部使うのは無理ですけど、20点ぴったりって感じではないんです。それに加えてネバーデッドパイレーツ、もう打点の王様ですね。ネバーデッドパイレーツを抜いたらティアに行けませんか？祝祭の共演でラスは付与とかもできますしね。ちょっとだけ自由度を感じます。ただゴーストネクロとラスはネクロ。今使うのであればゴーストネクロなのでそこはちょっと難しいところ。おすすめはできません。でも最近おすすめ理論に思うところがあって、別に私がおすすめしようが姉妹が関係ない気がするんですよね。競技シーンの視点なんて一切持ち合わせてませんし、何かを見出して使いたいと思ったら調整して使ってみてください。ランクマなんて使いたいデッキを使って遊べばいいんです。多分ね、ただ自分で強いか弱いかまだ判断できないよって方。そういう人は最強ランキングを更新しているゲームイズというサイトがあるので、そこから1位のデッキを引っ張り上げてください。それがベストです。とかなんとか言ってたらリーサルです。最強の7コストフォロワーの打点をご覧ください。冥府に宝は持ってきねえぜ！ラミー勝つぜ！こっちだぞ！俺泳げないのに！ラ
神格髄貴様の力を認めねばならんな。ナナコス4点ということでラスはネクロでした。ニコスで4点出せるんですけど、ナナコスとでも4点が出せます。個人の税金対策みたいだね。まあネクロは前期ミロエルで暴れたので今回は抑えてねってお話かもしれません。あとはボーンリボーンで出すプランですね。そっちはまだ試してないので今度試してみます。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。こいつ繋ぐため僕は来た。退屈させてくれるなよ。そこにはくだらねえ。休めましょうか。月、空、神、もろとも音。力を認めねばな。